今回は鈴木さやかさんからの紹介で写真家の山岸真さんにつなげたいと思います。山岸さん、山岸さん、お疲れ様でございます。なんかももちゃんフロアールみたいだね。そうですか、うん、いや大丈夫ですよ。まさかすいません、受けていただくとは思いません。いや、ありがとうございます。今回は鈴木、お忙しいのに。鈴木だからね。一応、まあ、学弟子ですもんね。というよりも、はい、意外と受けたら結構大変だねこれ。半日かかってるよ。たくさん用意していただいて恐縮です。多分すいません、すべて紹介するには全然時間が足りないと思いますんで、はい、任せます。主に使ってらっしゃるのを中心にお願いしたいと思いますが、はいはい、山岸さんっていうとすいません、僕の世代ですとグラビアの写真を撮ってらっしゃるイメージが強いんですけれども、はい、近年ですとあれですよね、万華競馬、まだ山岸になっちゃいました ね, ね、あとは、お人形を撮ったりとかもされてましたよね。そうですね、人形も撮ってますね。ですよね、なんか結構グレビアだけ以外にもこういろんなものを撮ってらっしゃる印象が強いんですけど、はい、もう仕事なくなったんで、いやいやいや、いろいろなところに行かないと。昔はもうグラビア撮るのでいっぱいだったから、本当にそれぐらい昔はね、グラビアバブルの時代があったんで、はいはい、仕事毎日してたんですけども、今はやっぱりね、はい、そういう、まあ、年齢も年齢なんだけど、まあ、全体にこう僕に対するこう周りがグラビアじゃなくて、なんとなくおじさんの写真、おじいちゃんの写真撮ってるっていう感じですよね。いえ、若手引っ張っててください、よろしくお願いします。ももちゃん、若手って時にももちゃん、俺と何年前に知り合ったの？もう山岸さんとそれこそ30年近いんじゃないですか。そうだよね、30年ぐらいじゃないですか。そうだよね。そういう意味では長いお付き合いさせていただいております。はい、ありがとうございます。はい、じゃあすみません、カバンたくさん並んでるんですけれども、はい、すみません、多分全部無理なので、はい、まあ、一応ざざっとどういう時にどれを使うかだけを教えていただけますか、はい、まずはまずね、はい、ここに全部開いてるのはですね、はい、写真屋さんでこんなにカメラいるのかっていう、僕ですね、今でも貧乏しながらですね、2人の助手を毎日一緒に暮らしてるんですよ。はいはい、で暮らしてるっていうのは生活してるわけですよね、写真で。はいはい、で昔から助手がいっぱいいるカメラマンだったんで、はい、実はカメラはですね、カバンに入れてないですよ、バッグに。はいはいはい、それで、ね、今日は見せてないんですが、あまりにもすごくて、はい、左側にですね、はい、ガーッと棚にですね、カメラがバーッとあって、ストロボがあって、三脚があって、照明があるんです。はいはい、で撮影の前日に僕は明日使うカメラということで、はい、キャノン何何何これ露出系忘れないこれこれこれって言って、それを、その現場に合わせてカメラのケースのサイズとかで、あ、セットによってじゃあカバー使うカバンが変わってくるわけですね。そうなんですよ、例えば海外ロケ行くときはあんまりガツッとするのダメだし、はいはい、なんか税関でいろいろ文句言われる、まあ、昔で言えばカルネをちゃんと撮っていったんですけども、今はもうデジカメになってからカメラの台数少なくなったんで、はい、まあ背負えばいい、じゃあ2人で背負えよ、はい、っていう感じで行くんで、その都度その都度違うんですよ。はい、でこの間河野君も言ってたんだけど、はい、大体僕らポートレート撮るカメラマンって車移動ですよね。そうですね、シャーっていってシャーっていう感じで、ちゃんと車がこうワンボックスなんで、まあ機材車がカメラを運ぶんじゃなくて、カメラケースの機材車なんですね結局。はいはい、はい、だからそのカメラのカメラをそこにポーンって入れといて、現地行ったら、自分たちが組みやすいようにさ、はい、こう背負いたい人は背負えばいいし、はい、でこういう人もいるし2つ背負う。うちの佐藤君なんかは、まあ、この田村君をですね、はい、こう前にかけちゃうんですよね、はい、こうやって来る方がいいっていう。でそれ で, あれです、ね、その撮影シーンで使う大まかなものをそこに入れておいて、そうなんですよ、ね、横でその都度山岸さんが受け取って、それで撮るということですよね。だからホテルから
出ていくとか、はい、そういう時はもう、はい、あのホテルにはメインのでかいの置いといて、そこからこう動きやすいようにこう沿っていく。はいはい。で基本はこういうあの小やつは、はい、移動だけですね。はい。それはすみません、今手ポンってされたのはオリンパスのリュック。そうです。これは ね、あの、はい、ちょうどいいのが女の子、うちの女子のちかえちゃんっていうのが、はい、大体これを背負って歩く。はい。ただ背負うと1回ずつ下ろさないでやらないとか、まあ便利にはなってるんですけど、はい、やっぱり不便ですね、そういう意味で。はいはい。だから撮影では、これは移動に使うけども、撮影行ったらやっぱりタムラックみたいなのに全部入れて入れ替えていくっていう。はい。でそのショルダーはどっちの方になりますか。はい。ショルダー、あのリュックサックの手、オリンパスのリュックの手前にあるバッグは、それもオリンパスのですか。これは僕これはね、はい、あの僕の最近あのこれもオリンパスのバッグなんだけど、はい、まあこれにあのシグマのレンズ、オリンパス、はい、オリンパス用、はい、マイクロフォーサーズのレンズがここに3本入ってるんで、はい、こうやって、はい、でちっちゃい、それもシグマのケースですよね。そうそう、シグマの。そうですよね。はい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 。でそこの中にまずはあのペンが入ってます。ペン F です、ね、はい。でこれはちょっとお気に入りのですね、はい、赤外モードで最近撮ってみて、それ山口さん、レンズは12ミリで、そうですね、そうですね、12ミリですね。はいはい。であとここに最近よく使うリコー GR、はい、はいはい、とお気に入りの FP、 あ、シグマ FP、 はいはい。この3つ入ってるとですね、はい、一応僕でも僕でも絶対滑らないで写真が撮れる。それは、はい、じゃあ山岸さんのプライベートに近いバッグになるんですか。あのね、ももちゃん、僕にはプライベートがないんですよ。ないんですか。はい。で、大体僕家に仕事を持ち込まないんですよ。はい。で、家にパソコン置いてないです。はい。で、テレビで見れるし、パソコンも適当に。で、嫁が、はい、まあガンガンやってるんで、まあ、嫁に全部やらして、はい、やらしてってのおかしいですけど、嫁がパソコンやってるんで、はい、僕は家に仕事を持って帰らないですよ。はい。過去も家に帰ったら、はい、僕よっぽどでないと誰とも連絡取らないんですよ。あのじゃあそのバッグはどういう時に持っていかれるんですか。これだから僕が車でポンと後ろに入れといて、はい、例えばなんか急に綺麗なの見つけたとか、はい、そういう時にパッと取れるよ。じゃあそれはあのあれですよね、助手さんが伴わない撮影とかが多いわけですね、そのショルダーバッグ。これはまあ今常時どっかに1台この手のカメラを必ず持ってるんで、はいはい、これはたまたま今日は3台入れちゃったんだけど、はい、普段は1台か2台しか入ってないです。わかりました。はいはい。だけどこれで仕事してますよ、はい、今回JR でキャパのグラビア撮ってます。はい。 JR だけで撮った、今月号の、はい、今月号ってのかしな、6月号のキャパです。はい。だからこういうものは、はい、常にチャレンジで、だから普段スナップしか撮らないとか言われると、スナップだけのカメラじゃないだろう。そうですね、カメラは何でも映るから、はいはい、撮る人の気持ちでね。はい。だからまあこれは本当になんかさっきももちゃんがプライベート言ったけど、まあ、プライベートはないんですけど、プライベート用ですね。あのじゃあすいません、前にあるカバンを順に紹介いただけますか。はい。緑色のやつお願いできますか。これね、はい、これは本当に移動用だけなんですよ。シモダ、はいはい、シモダです。でこれね、結構扱いが良さそうなんですよね。はい。これは最近は台湾に行くときよく使います。はあはあはあ、台湾も結構行ってらっしゃいましたよね、そういえば。台湾気に入って言ってるんですけど、今回も台湾行きたいって言ったら、来たら2週間止められるよと言われたんで。そうですね、今のタイミングがちょっと難しいですね。僕が背負ってもおかしくないし、はいはい、これは僕が背負ってそのまま飛行機の中入ってくるんで、はいはい、これは意外と旅行気分で仕事の中が入るという、はい、型崩れしないんですよ。はい、はい、結構入りそうですね、それは。そうです、そうです。なんか色が、ね、珍しいじゃないですか。はい、そうですね。カメラバッグだと
見ないですね、そんな感じなんで。黒ですからね、ほとんど。そうですね、はい、はい。じゃあ山口さん、その赤いファスナーだけちょろっと見えるバッグはね、どれになり、マンフロットの三脚ケースなんですよ。はい、マンフロットのこれに、はい、まあ一応ロールレフ、はい、よいしょ、おろっ、取れますか、大丈夫ですか。大丈夫ですよ。はいはい、三脚、一脚、はいはい、黒傘、白傘なんですよ。はい、あ、ちなみに山内さん、その三脚はどちらのメーカーのものになりますか。これはジッツォですね。ジッツォですか。ヘッドだけがベルボンですね、はい、ベルボン、はい、はい、でこちら、それ結構使用頻度が高い製品ですか。じゃあめちゃめちゃ高いですね。めちゃめちゃ高い、めちゃ高いです。はい、まあ僕にとってはこれが一番使いやすいっていうか、あんまり軽いのも嫌なんですよ。はいはい、心配で。最近いっぱい軽くていい三脚があるんだけど、そうですね、ある程度の重さがないと許せないっていうか、はい、はい、まあそれ安心したりしますよね、やや重い方が。あの一回ですね、無人島でですね、ロケしてて怖くなってですね、ちょっと囲まれたことなんですよ三脚があってものすごい心強かったいや本当にそう、すごい怖い思いしたんですけど、三脚一本ってすごくなんか心強かったで、まあ、護身用にも使えるその三脚と隣にある一脚はどれになりますか一脚それも実装ですか。実装、カーボン、はい、これは場合行けば行くんで、はい、競馬場でやっぱりこう冬なんかフリーに動けるように、はいはい、まあこれはもう本当にいいですね。雲台はそれはどちらのがついてますか。これベルボンです。ベルボンですか、わかりました。雲台全部ベルボンなんですよ、なぜか。あ、そうですか。というのは、はい、クイックシューになってからベルボンにしてるんですよね。ははは、なぜか。じゃあお気に入りなんですね。まあお気に入りとか、ベルボンの保護さんが優しいんであとは土屋君がほら土あの水みたいに使ってるんで、はい、はいはい、まあ個人的にお付き合いも結構大切だったりしますもんね。そうです、そうです。機材ってそうですよ、やっぱり入り口がそこだから。でメンテナンスとかもありますからね。そうなんですよ。ですよね。意外と僕はあの古い人間になってそういうのが大切みたいなあと山口さん、すいません、傘をじゃあ見せていただきます。これは実はですね、これ命なんですよ、はい、日本。はい、日本命。まず黒は、はい、まずは自分のね、はい、よいしょ、まずは晴れ切りにもなる、はい、それと見づらい、はいはい、でこれは黒で影れば影作るものを使うわけです、はい、もちろんこれはいわゆる雨傘ですよね。それはそうです、ただの雨傘、はい、でこうね狙った時にやっぱここが黒いと余計モニターが見やすい、はい、そうですね、覗く時も見やすくなります、はい、であとは晴れ切りをやっぱりちゃんとできる、はい、これはまず雨の日も使える晴れ切り、はいはい、これが一つですね、はい、これなんですよ、はい、これは僕のですね最も大切な、もうこれ15年くらい持ってるんですよ絶対に撮影以外は刺さない。それはもう雨傘ですか。これはゴルフ場の日傘ですね。あ、日傘、はい、でこれは売ってません、白の傘は、はい、ほとんど、はいはい、東京でいろいろ探したんですけど、なかなか白の傘ないです。はい、透明はあっても、はい、これはモデルさんの影を着るんです、はい、ああ、で僕は直射日光の下で仕事を平気でしちゃうタイプなんで、はい、その時にやっぱり影がガーッとついちゃう、昼では、はい、逆光になればいいんですけど、そうじゃないと大体影がついちゃいます。だからこれで日を切って、はい、助手がここで必ず日を切って、じゃあモデルさんの横には必ずその傘があるわけですね。あるんですけど、それを映さないように撮ると、はい、これがないと僕の撮影は成り立たないんですよ、はい、で微妙にこう切って、はい、髪の毛に光を入れるとか、はい、だから逆に光を切りながら光を入れてるっていう、はい、まあその辺はあれです、山口さんのこう、ね、あの言ったことに対して助手さんがどんどんこう影を、ね、作ってくれることになりますよ近い違うっていう感じで、これは昔から僕ちょっと
長々使うんですよ。はい。だから距離感があるんで声をでかくしないと。はい。それ助手に言ってる向こうに。助手にこう言ってること声がでかすぎてタレントさんがびっくりしちゃうっていう。はい。それぐらいのやっぱりこれが僕の女性を取る、はい、一番の大切なアイテム。わかりました。じゃあ数々の大女優さんたちもその影の下で写真を撮られてたわけですね。だからこれもう十何年使っててハワイで買ったんですけど、もはやなくなるんで、これがなくなったらカメラマンやめようかなと思いながら、ひょっとしてどっかのメーカーが真っ白の傘作ってくれるとも思ってます。そういうなんか土屋さんが超えてやるよりも僕の傘の方が絶対に大切。これがももちゃん、これ、はいはい、秘密にするようなもんじゃないけど、これ一丁あったら本当にいい写真撮れるから。あ、山口さんすいません、時間が全然足りないので、では次行きましょう。お願いします。はいはいはい。で、そのじゃあ手前側に並んでる大きい2つのタイヤついてるやつは、はい、これ、はい、これ、はい、これは、それはラベルの感じからするとシンクタンクですかね。こっちはシンクタンク。はい。こっちは違うよ。違うんですか。こっちはなんだっけ。よいしょっと。どうなってたっけ。ロープロ。ロープロ。はい。うん、古いね。だけど、はい、これが一応、はい。あ、結構たくさん入ってますね。いや、気をつけてくださいね、危ないですから。だからこれ、ももちゃんのために入れたの。ありがとうございます。あ、こうやって入る。はいはい。これだから僕の白黒カメラじゃなくて、はい。はい、まず。常に必要なカメラを3台入ってます。はい、キヤノン。ちょっとこう引っ張りながらなんかざっくりこう紹介いただけますか。はい、じゃあこれ2個ですか。まず、はい、まずキヤノンですね。はい、これちょっと古いんですけど S、 ヨーズワン DS。 そうです、気に入ってるんですよ、はい、でこれは意外とでかいポスターになる。はい、でかいポスターになる時は必ず撮っております。バリバリ使ってます。 EOS RDS はレンズはそれ 700mm ですか。そうです、これ僕の標準レンズ。はい、はははははは、これ僕の標準レンズ昔から。はいはいはい。まあこのセットさえあれば一応女の子みんな撮れちゃう、はいはい、あでやっぱりね、なんかどっか新しいものに馴染んできたんだけど、はいはい、はい、やっぱりいいんですよね。キャノンだけなんですよこれ。ああ。ファインダー覗いてるのはこのキャノンだけなんですよ。いわゆる光学式ファインダーってことですね。そうですそうです。はい、あとはファインダー覗きません。はいはい、ミラーレスじゃなくて背面モニター見て撮られるんですか。はい、そうです。だからなんか、はい、このカメラだけはしっかりと昔のままってるんですよ。はいはいはい。あとは新しいものはみんなこうです、はい、こうです、はい、こうです。はじめはかっこ悪くて撮れなかったんですけど、はいはい、で僕は意外と、いろいろカメラを使ってみたいと思うタイプなんで、はい、それで、ね、はい、結構気に入ってるのこれなんですよ。それは Z6 ニコンですよ。それは Z6 ニコンですよ。 Z6、 はい、レンズは何ミリですか。これズームの2470ですね。あ、2470、はいはいはい、はい、でこれ1本あったらなんか、はい、まあニコンに怒られるか分かんないけど、はい、サブとしては最高なんですよ。はいはい、サブとしては僕の、はい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 、だから最近はよく撮ってます。ああ、さっきのその前に触ってらっしゃるのはソニーでしたっけ。今お届けしたのはそうです、はい、ソニーです、はい、でこれはそう、アルファの、なんだっけ、セブンですか、ないんですか、ちょっと私わからないです。後で教えてください。セブン、そうですね。はい、わ、はい、かりました。はい。そうです。はい。こうです。はい、で、あれ、これは、ま、基本、動画やってます、はいはい。あ、動画用ですね。はい。いや、大丈夫ですよ。はい、大丈夫です。動画用です、基本は。はい、はい、大丈夫です。はい。はい。
分かりました。うちの動画はほとんどこれで撮ってます。あ、今日は違いますが、今日は違います。はい、だから絶対に外せない、ソニーのレンズは深いです。それ70-200の21ですよね。これもそれ70-200の21、そうですそうです、これとこれです。そうですよね、はい、網にかなぼう、はいはい、網にかなぼう、はいはい、はい、こんな感じですよ。はい、じゃあここにちっちゃい、じゃあちっちゃい、はい、はい、よいしょ、ここにまあサーフェイス1台入れといて、あーパソコンね、はいはい、はい、今は確認したりとかするので、ちょっとサーフェイス2台持ちていきます。はいはい、山口先生、ちっちゃい方のバッグを、じゃあタイヤついてるちっちゃい方のバッグを見せていただけますか。これはさっき言ったシンクタンク、はいはい、これは主力のオリンパスです。はいはい、全部入れてます。それは今具体的に言うと EM1 のバッグ X とかですか。そうですね、マック3、マック3ですね、これがマック3、マック3、はい、マック3が今僕の主力です。はいはい、マック3が主力で、はい、まあ、はい、サブで X、はい、はい、レンズはそんな、今 X は40-50mm、そうです、ね、そうです。山田さん、今手元のレンズは何なんですか。17mm 赤いです。 1.2mm ですよね。僕だから 1.2 のレンズしか、何本か教えていただけますか。 1.2 のレンズが、はい、まず、これが何だろう、25、はい、25、はい、はい、これは何ミリだっけ、分かりました。あと40、今です、45、そうだね、はいはいはい、45、はいはい、この3本が基本的に僕の、はいはい、普通に撮影する。じゃあオリンパスで撮られる時だとその 1.2 シリーズの3本をお使いになるとか、あとはさっき見せていただいたシグマのもありましたよね。シグマもありますけど、あれははいはい、ほとんどこっちには使ってません。はいはいはい、はい、ペンのペンでつけることが多いですね。はい、はい、ははは、わかりました、わかりました。でこれはもう本当に標準レンズって言ったら、僕が一番これは超音質使ってるのは40-150なんです。はいはい、これはもう僕にとっては一押しのセット。はいはいでもズームもいろいろあるんだけど、はい、ズームとかいろいろあるんだけどほとんど使わなくなったね、はい、ズームレンズって長玉しか使わない。皆さん聞いてると、なんか持ってはいったりとかしても使うのは限られるような話をされる方も多いですね、今まで伺っていると。2本か3本ですね。ああ、だから無駄に持ってるような気がしてくるんですけど、一応ケースが入る限り入れていっちゃう。山口さん、すいません、山口さん、時間ないね、全然。はい、楽しい時間がどんどん過ぎていくので、山口さんの写真を我々が見たい場合はどうすればよろしいですか。まあ僕のホームページもあるし、はい、それと、じゃあ下に入れますね。そうですね、世界の光の中でっていう番組もやってるし、はい、レギュラーで、レギュラーって、はい、まあキャパとフォトテクニックピクセルは、はいはい、ページ小さいですけどレギュラーでやらせてもらってるし、毎度何かしらそうですね、そうですね、はい、あと、はい、今回伸びに伸びて7月の15日、17日からですね、2週間やるんですけど、はい、瞬間の顔っていう、はいはい、僕が12年間撮り続けてる男性のポートレート、はい、はい、まあ政財界とか財界とか方とかタレントさんとか、そうですね、いろんな方が、今年も写真家は三好さん、はい、林さん、島中さん、はいはい、出てもらってますよ、はい、はい、思いっきり7月ですね、7月です、はいはい、ぜひお願いします、はい、下に入れておきます、はい、大丈夫ですか、もこちゃん、俺ベラベラ喋っちゃう、大丈夫です、うまく喋れないよね。山口さん、すいません、次の方紹介いただけますか。あ、さっきも、はい、ちょっと名前出したんだけど、はい、築地の若大将、はい、はい、もう60近いんだけど若大将と言われてる土屋さん、かしこまりました、まあ、楽しみです、楽しみです。僕が一番なんか気軽に話せる、はい、まあ、写真の後輩であり、はい、近所の方です。そうでした、そうでした。今回も誰にしようかなって迷ったんだけど、すぐツッチーに電話したら、
あれすぐやりますみたいな、これ本当にできるの難しいよねこれ。いや恐縮です。あの大丈夫だと思います。モムちゃん、はい、半日かかった。だけどモモちゃんのおかげで、はいはい、ライカが出てきた。なくなった。あ、カバン整理してた。どっか埋もれてたんですね。使わないカメラの中に入って。だからそれは本当にモモちゃん、この企画やらせてもらって嬉しいのは、はい、ライカ M3 が出てきました。あ、光栄です。ありがとうございます。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ごめんね。はい、ありがとうございます。大丈夫です。心配。ありがとうございます。どうも、すいません。ということで、次回は土屋克義さんでお送りしたいと思います。右下のアイコンでチャンネル登録もよろしくお願いします。お楽しみに。